ロドニー・アル・スレーターはアメリカ合衆国の弁護士、政治家であるビル・クリントン政権2期目で13代目アメリカ合衆国運輸長官を務めた。1977年に東ミシガン大学を卒業し、1980年にアーカンソー大学の法科大学院を卒業した。1979年から1980年まで、 アーカンソー憲法委員会の研究助手を務め、1980年にアーカンソー州の検察官に就任する。1983年から1987年まで、ビルクリントン知事の時代に、知事補佐、1987年から1993年まで、アーカンソー州道路委員会委員を務めた。同時に、アーカンソー州立大学の政府、関係担当ディレクターを務めた。 1993年1月20日、クリントンがアメリカ合衆国大統領に就任すると、スレーターは連邦道路管理局長に就任し、同局の史上初のアフリカ系アメリカ人の局長となった。1997年2月14日、クリントン政権に決めにて、アメリカ合衆国運輸長官に就任した。運輸長官として、陸上運輸インフラの大幅投資、 航空システムの安全性改善、国際オープンス会条約の交渉などを担当した。ワシントン・ナショナルズ球団を買収した集団の一員であった。一方で弁護士としては、ワシントン DC の法律事務所であるスクワイア・パットン、ボックスで運輸関連のプロジェクトを担当する。そしてデルタ航空及びベライゾン・コミュニケーションズの取締役にも就任した。 2014年に高田の特別顧問に任命し、2013年のエアバッグ・リコール案件に関するサポートを提供した。ありがとうございます。